2句目が「小便に行くぞそこのけキリギリス」っていう句ですね。これはどうでした？訳をした時に。そうですね、なんかやっぱり聴導さんの人柄が感じられるというんでしょうかね。こうなんかこう小さい生き物なんですけれども、そういう生き物とこうコミュニケーションを取る。どいてくれたまえっていうこの、ちょっとね、威張ってこう命令するんじゃない、ちょっとどいてくれるといいんだけどみたいな そこはね、この句の、本当に、大事な部分だと思いますね。小便に行くぞそこのけキリギリス、どけどけっていうんじゃなくて、ちょっとごめんよねっていう、そこをすごくうまく翻訳してくださったっていうのすごく嬉しい感じがしますね。そうですね、やっぱり韓国でも秋になると、まあやっぱりキリスキリス、どこにもこうやっぱりこう出会うというか、まあ季節を感じるということなので、これを見ながら、でもやっぱり あんまりこう寂しいようで寂しくなかったんじゃないかなと、なんかこうそういう寂しさに慣れているというか、寂しさを楽しむという人柄だったのかなとも思いました。バッチリです。まさに聴導さんの句のね、真髄を、ついてくださったなという感じがしますね。動物たち虫たちがたくさんいるので、一人でいても寂しくはないんですね。自然に囲まれている環境をとても楽しく過ごしていたんだろうという気がします。じゃあこの句を、また読んでいただけますか。はい。소변보러간다길을비켜다오귀뚜라미야はい、じゃあみんなで一緒に読んでみましょうね。最後ね、おさらいしましょうね。皆さんで、はい、はい、じゃあ切っていき、切りながらこう短いところまで切りながら読んでみましょう。じゃあ소변보러소변보러간다간다길을길을비켜다오비켜다오귀뚜라미야귀뚜라미야はい、もう一回、じゃあもう一回練習しましょう。はい、じゃあ行きますよ。はい、소변보러소변보러간다간다길을길을비켜다오비켜다오귀뚜라미야귀뚜라미야はい、じゃあスーッと流して読んでみましょうか、一緒に。はい、でも一行ずつ行きましょう。はい。소변보러간다소변보러간다길을비켜다오길을비켜다오귀뚜라미야귀뚜라미야はい、という感じだそうです。じゃあ最後の句ですが、人の来て人もす月のいおりかな、今日はお月見なのでね、ぜひ聴導さんの月の句を読む翻訳していただきたいって思って、お願いしました。この句は翻訳されながら何か、感じたことありますか。そうですね、やっぱりこうなんかイメージとしては、やっぱりこういう本当に今日の甲子園のようなこういう雰囲気がなんかイメージしていて、あと誰か知り合いが来た時にすごく嬉しくこうなんか火をつけるという、そういうイメージがあって、とてもこう温みのある、本当にこう月が出ていて、まあ、そういった時に誰かこう訪れてきて、まあ、火をつけるというランプに火をつける、そういうイメージがなんか想像されててもいいなと思った句です。はい、甲子園今明かりがついていますけれども、聴導さんは多分ねずっと月を眺めて、火をつけないまんまで時間を過ごして、誰かが来て、そうだそうだ、月忘れてたわよっていう、そういう感じだと思いますね。사람이와서야등불을켜는구나달밤의초막はい、
ちょっとこっち、これは読めそうな気がしなくてもないですが、だいぶ慣れてきましたでしょうか、カタカナに。はい、じゃあみんなで練習をしましょう。はい、お願いします。短く切っていきます。はい、サラミ、サラミ、와서야、와서야、등불을、등불을、켜는구나、켜는구나、달밤에、달밤에、초막、초막。大丈夫ですか。もう一回練習しときましょう。はい、사람이、사람이、와서야、와서야、등불을、등불을、켜는구나、켜는구나、달밤에、달밤에、초막、초막。はい、どうでしょうか、この韓国語になった、チョドーさんの句、多分チョドーさんもどういうことだろうと思いながら聞いてるんじゃない、この辺で聞いてるんじゃないかなと思いますけれども、で今日、チャン先生がこうやって翻訳してくださった、そのいろんな工夫をされてますけれども、その過程ですごくチョドーさんの句をよく読み込んでくださったっていうのが、私にとってはすごく嬉しかったんですけれども、チョドーさんの句全体を読んでみて、どんな感想を持たれたでしょうか。もう一度お願いします。先生がおっしゃったように、韓国語にこういうふうに直して読んでみても、なんかこう心が通じるというんですかね、ちゃんとそのイメージとか、その心がこういう気持ちなんだろうというのがもう分かるというのがとても嬉しかったんです。で、あともう本当に国は違うんですけれども、あとすごい昔の人なんですけれども、なんとこれほど今の私たちの気持ちとかと似ていて、こういうふうになんか読んでるとなんかこう癒されるっていう感じがあったので、私もこういう素晴らしい句をこう韓国語に訳してみる機会に出会ってとてもいいなと思いました。はい、チョドーさんの句が、こうやっていろんな国の言葉に、翻訳されて、またチョドーの求めていたもの、こうやって静かに自然の中にいれば、人との争い事なんか消えてしまいますよね。文化を超えてそういうものが広く伝わっていけばいいなというふうに思います。じゃあ一番の句からお願いします。화창한봄날、화창한봄날、길을떠나려는、길을떠나려는、사람들이있겠지、사람들이있겠지、어딘가에는、어딘가에는、소변보러간다、소변보러간다、길을비켜다오、길을비켜다오、귀뚜라미야、귀뚜라미야。はい、これはだいぶ声が出てますね。はい、じゃあ最後の句ですよ。完璧に、大きな声で読んでみましょう。お願いします。사람이와서야、사람이와서야、등불을켜는구나、등불을켜는구나、달밤에초막、달밤에초막。チョドーさんの句を本当に深く理解して訳をしてくださった、チャン先生にもう一度拍手をお願いいたします。감사합니다。